バニラスカイ。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイはゲストっぽいゲスト、おなじみの石です。今日もよろしくお願いします。このパラパラとした拍手素晴らしい。よろしくお願いします。今なんかミュージシャン炸裂でしたね。ドットってなりましたね。まあいいか。まあいいですね。では忘れちゃったじゃないですか。まず1曲目、はい、皆さんに陽子がお届けしたい夏をイメージして作った曲、サイという曲をお聴きください。同じ場所に登る。
実はですね、今夜と明日の夜、鹿児島市にあります繁華街のね近くにあります照国神社という神社で六月堂というお祭りが開催されます。私にねわざわざご連絡いただきまして、お手紙いただきましてね、石井さん、あのね、いつもステージ盛り上げてくださってありがとうございますって。毎年ね出演してますもんね。そうなんですよ、出演させていただいてですね。でね、今回、去年は開催がなかった、開催されてないんですよ。あ、ね、コロナの影響で残念でしたね。だからあの今年は開催することができてって、ですがステージはあの行うことができないのでっていうねメッセージをいただいて、うん、もうびっくりしました。正直残念ですね。いや、そっちもなんですけど、あのメッセージを、ね、いただいて嬉しかったっていう、そうびっくり、そう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 、あ、よかったです。なんかこの私と石井さんの噛み合わない感じ、いいですね、いいですね、本当に。さっきのリズムは何であったんだろうって感じでしたけどね。そう、はい、でしかもさ、石井さんは、はい、あの、はい、親父でもないのにいつも親父ギャグを言おうとしてさ、滑りまくります。自分で言っちゃってる。いや、私はそんなことは言ってませんよ。だけど周りの人もそんなことは言ってない、言わない方がいいとか言ってない、ね、たまに爆笑あるよね。ないっすよ。ないっすか。そんなさらっとないって言われるとね。いや、だってさ、さっきさ、曲紹介でサイという曲をお聴きくださいって言ったら、いいこと言ったねって。いや、ただ曲紹介でね、聴いてくださいって言っただけなのにみたいな。いや、なんかね、そういうアンテナの張り方がね、こんなに偉大なミュージシャンがね、そんなアンテナ持ってていいのかって言ってね、まあ反省すべき点だなと思いますよ。反省するんですね。私じゃないですよ、石井さんが、うん、ちゃんと反省してください。そうなんですね。そうそう、僕は反省はどうしましょう。開始早々、はい、まあなんか私がめちゃくちゃ悪い人みたいになっておりますが、まあとにかくですね、あの照国神社の六月堂で私はこのサイという曲を歌うことができて嬉しかった年があります。それはリリースした翌年だったんですけれども、うんうんうん、なぜならこの歌詞はね、まあ、サビのところはさ、あのちょっと平和を願って夏はやっぱりね、うん、終戦の日だったりとか、うん、とにかく世界中が注目するね、うん、セレモニーを日本から発信している大事な季節でありますので、私はこう夏イコール平和だなと思って歌詞を書くときに照国神社の六月堂をイメージしてですね、うん、あのお祭りはねもう多くの人が参加されて参列されて賑わっててね、六月堂では鹿児島では一番大きいですよね。大きいですね、一番大きいですね、うん、でね毎年7月15、16って決まってるんですよ、曜日に関係なくですね、うん、はい、なのでぜひ皆さん来年以降ねコロナが収束しまして鹿児島あやっと来れるっていう時には7月も狙い目ですですね。その時は陽子が歌ってたら、お、よかったね今年はみんなとお時間過ごせてって言ってね声かけてください、うん、約束ですよ。ですよ、はい、今年は出店がないらしいですね。わかんないんですよ。わかんないですか。ちょっとね、うんうん、だけどあの私はビールを飲む気満々で行きたいと思ってたけどね、うん、まあ、気持ちだけはいいじゃないですか。いい、いいですよね、うん、まあ、浴衣着ていこうかなと思ってますけどね。いいじゃないですか、浴衣。そうそう、だからね、まあ、子供たちがね行きたいって言ってて、それをね、うん、あの保護者としてそう行こうと思ってるんですけれども、うん、やっぱり今さ歩くこともすごく距離を保ってとか、うん、みんな一人一人がさこう意識してるされてるじゃないですか、うんうん、ちょっとさ余談になりますけど、はい、鹿児島の聖火リレーをたまたまね、見たんですよ。ほうほう。で、あ、そういえば今日この時間の後、まあ、待ち合わせ時間ぐらいが、聖火リレー走るなと思って見れないなと思って出たんです。15分前にはもう通行止めになってて、うん、結局聖火リレーを見ることができたんですけど、うん、他の県で聖火リレーをしているのを見た時に、うん、通行止めになってるから、うん、いろんな人がね沿道にいて密だっていう報道を見たんですけど、うん、私は実際体験したので、うん、みんな密になりたくて密になってなかったんですよ。わかります意味。うん、だって通行止めになったら止まらざる得ないじゃないですか、うん、そうですね、うん、だからね聖火リレーをやって悪かったわけじゃないんだなっていうのが私の持論、うん、やっぱあれはね、うんうん、オリンピックのまあ
要みたいなもんですからね。そうそう、最初のね。だけどさ、それってさ、今までやってきたことをやろうよっていうちょっとエゴみたいなのがあるじゃないですか。なんかこう、まあ、なんてやんないといけないじゃんみたいな気持ちがあるけど、うん、それでじゃあ人集まったらしょうがないじゃんっていう人もいっぱいいたわけでしょ、うん、そうですね。だけどさ、報道の人も分かるはずだよね。だって沿道止められて止まろうと思ってないのにさ、うん、みんなこう渡れないからいるだけなのに、ね、そう、しかも鹿児島雨が降ってましたからね、あの日。あ、大変だ。雨宿りもできないし。あ、大変ですね。そう、だからね、なんかね、自分の意思だけでやっぱニュース見ちゃいけないなってつくづく思ったんですよ、うん、だからね、あの今日と明日のお祭りで賑わってる、うん、あの照国神社の通りもきっとね、みんなね、こ心を持って参列してるから大丈夫だろうなって私はね思って、うん、まあ、ご紹介したのもあるんですよね、うんうん、6月堂って鹿児島とかなんかちょっと一部の言葉でしょ、うん、あ、そうなんですか。そう、沖縄はなんて言うんだ、七月堂。笑った。親父ギャグ盗まないでくださいよ。はい、全然面白くない。次に行きましょう、うん、では石井さんから曲の紹介をいただきたいと思います、はい、題して石井がおすすめする陽子のナンバーワンの曲。ナンバーワンですね。ナンバーワン、ナンバーワン、かっこギターソロがとか。お、僕といったらあのバラードしかないじゃないですか。あ、わかりました。ファーストシングルですね。そうですね。あ、アンフィニッシュドストーリーというね。あ、言っちゃった。最後に言おうと思ったのに。まあね、イッシーのギターソロがね、一番最初の CD ファーストシングルのね、そうですね、1曲目、うん、もうね、タイトル曲でね、泣きのギターですよ。てかもうよくCD ね、5枚6枚って出していってるけど、うん、1枚目で、うん、もうてか1曲だけで良かったんじゃないかってぐらいね、完璧なギターソロですよね。そんなことはないですよ。出せば出すほど中身の濃い味のある歌と。まあ ね、まあ、人生濃くなりましたけど、うん、不思議ですよね、年だけ取っていかないからさ、うんうん、まあいいじゃないですか、まあ、とりあえず聞きましょうか。はい、はい、それでは石どうぞ紹介してください、はい、じゃあ陽子のファーストシングルです、 Unfinished Story。まっすぐな優しさ、その笑顔の中に秘めた強さ、惹かれていた。あなたを思えば思うほど優しくなれる心、満たされてく。やっと気づいたの、場所
つまでも一緒にいよう。たとえ世界が二人隠そうとしても、あなたの言葉で私が今決め声でしたね。アフィッシュのストーリーみたいな。決めでしたか。まあ皆さん、あの、うん、イッシーは自称ん自称自称なんですか。なんですか自称。いや実はね、あの娘がおじいちゃんって慕ってるとあるね、あの歌い手さんがいらして、その方がねよくあのお会いするときに、うん、この子の英語の発音いいんだよとか言って、うんうん、でもその方も、まあ、英語の歌が上手で、うん、今度10月にね、あの私たちライブをしようと思って、そのうち告知しますんでね、まあお名前出していいと思うんで、キューちゃんなんですけど、うん、キューちゃんね、まあ、英語の歌上手なんですけど、うん、あのキューちゃんのモノマネをする私とか、うん、石井さんとかもねやっぱり上手なんですよ。そんだけね、なんていうの、すごくね、あの特徴ある歌い方をなさる方ですから ね、まあ、ね、 ね、ハードコアとか歌いますもんね。ね、もともとはね、元はね、うんうん、今ちょっとバラードも多いですし ね、 そうですね、まあね、そんな感じでね、娘とかとねよく遊んでるんですよ、うん、なんと言いますか、まあいい人ですからね、基本がね。そうそうそう、 でかくて怖くて、そうだから優しい人だから、なんか英語の歌い方も心を入れたがるんでしょうね、うんうん、パワフルです、パワフルですね、うん、でさ、あのイッシーさんもギターをこうサポートされる時にさ、うん、キューちゃん結構暴れるじゃないですか、うんうん、ステージで。でもイッシーさんは、うん、俺もそんな年じゃねえしみたいな感じで、あのスカスタ顔をしてるじゃないですか。そうですか、あれ面白いですよ。あ、そうですか、うん、もうイッシーさん酔っ払って寝ながらギターを弾くか、あの寝てるか、スカギター持ったまま、スカしてあの弾いてるか、どっちかですよ。そうですか、なんかね、カッコつけて弾いてることあんまりないですよね。カッコつけますよ、次は。いや別にカッコつけなくてもいいと思うんですけど、でもね、うちの父親がギター弾くときにスカした感じでしたね。あ、本当に、うん、だから別にカッコつけてるっていうか、なんか自分、まあ、多分自分の音色に酔ってる感じはするの、うん、なんか、うん、お、今この音楽の中でこのギターはいい音だなって言って、もうギターが好きな人の顔なのかも、こうやっぱね、スッてしてる、うん、音楽が、楽器が好きな人、弾くのが好きな人はね、うん、やっぱりその楽器を持つと、うん、なんか人が変わったり、ほら、車、まあ、言えば車に乗ったら人が変わる人がいる。あ、危ないよね、それはね、うん、まあ、だけどそのぐらいの感じで変わる人もいるしね、やっぱ、なるほどね、ギター持つと、うん、それはいいことだと思いますよ、僕は。分かった、うん、あの女性の皆さん気をつけてください。ほう、1、車に乗って変わる人、うん、2、タバコの銘柄をよく変える人で、3、ギターを持って変わる人。もうこれ石井さんじゃないですか、この3番ね。3番でお会いしましょう。まあね、そんな私ですが、うん、左手を深爪しながら、うん、石井にギターを教えていただいております。なかなか成長しませんが、うん、10月のね、あのバンドで行う予定のライブでは、うん、1曲ぐらいは弾きたいなと思ってね、頑張ってますんで、うん、頑張れ。だけどね、深爪してね、もう血が出てる。まあ、そもそもね、あの練習をしてこの爪の近くの皮をね、うん、厚くしないといけないっていうことですよね。まあいろいろやることありますけど、うんうん、とりあえず1曲できるように持っていきましょう。あ、皆さん聞きましたか、うん、イッシーさんに出会った6年前ギターを教えてください、うん、いや無理だよ、弾けないから。5年前、あ、
まだ言ってんのみたいな感じでね。いやそれは単純にほらあなたの爪が爪問題、ギターは大変なんですけれども、まあとにかく半年前にやっと弟子入りすることができるかなっていう雰囲気が出てきまして、うん、でまあぼちぼちもう3ヶ月ぐらい経ちます。そうですね。だけど覚えとかはやっぱ早いですよ。覚えは早いけど練習、まあ練習しないとね、いないね、うん、1日何時間も弾いて、そうですね、うん、頑張りましょう。まあ、女性のギタリストはモテそうですからね、うん、私も下心をね、うん、ちょっと使って頑張ってみようかなと思います。某ギタリストみたいに立ち姿でギターを持つとかっこよかったりっていうのはね、はいはい、やっぱりもうその人次第ですから、ね、思ってたでしょ石井さん、ギター上手くなるとモテるかもとか思ってなかったんですか、うん、本当に俺は思ってなかったのですよね。やっぱそこがいいですよね、石井さんのいいとこですよね。大概の人は9割以上の人がモテたいがために音楽してるって言ってますからね、先輩方。あ、石井さんぐらいですよ。俺本当にねマジでなかったそういうの。だからいいんでしょうね、なんかだからカッコつけないんでしょうね、演奏スタイルもね。つけられないのかも。自分では意外とカッコつけてるつもりで、マジカッコつけるようになりって言われるのかもしれないしよくわかんないです。まあね、今日の特集は石井のギターの、はい、カッコつけてるかつけてないかという話ではなくて、うん、どの曲のギターがカッコいいかという話でしたからね。わかりましたか、はい、途中からそういう特集に変わっておりますので、うん、じゃあ最後の曲どういう曲を皆さんにお聴きいただきたいですか。はい、最後はちょっと元気な曲にしましょうよ。お、あれですね、うん、いいですね、うん、あのギターソロも最高ですね、うん、毎回キサンドハがかかってますけど、あ、まあ、YouTube にミュージックビデオもありますからね、うん、そちらの方もねチェックしていただけると、うん、そうですね、楽しい曲で、あのすごく歌詞もいいし元気を与えられる曲だと思います。そうですね、私は一番好きですね、うん、キサハグが、うん、では皆さん曲紹介、曲紹介、はい、じゃあ皆さんお聴きください、キス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛。バニラスカイは皆さんからのリクエストやメッセージ大募集しています。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。お願いします。メッセージがないと石井と陽子がずっと喋るということになります、うん、なんてしんどい番組なんだということに来週はならないように、うん、お願いします。お待ちしております。お待ちしてます。ではでは皆さん、この1週間もめちゃくちゃハッピーでいてくださいね。石井さんもですよ。はい、では今日もゲストっぽく登場してくれた、ゲスト違うよ、ゲストみたいにゲスト、よくわかんなくなってきたの、ゲストっぽい石でした、自分で言っちゃった、はい、ということで皆さんまた来週ですよなんか伝染してますね、うん、ちゃんとしないといけませんよ、いい大人なんですから。わかりましたか、うん、はい、では皆さん1週間めちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。ではまた来週、せーの、バイバイハッピー。